どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回はですね、タクトオーパスデスティニーの8話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、怒りのままにというところで、タクトがですね、 怒りのままにシントラーに向かっていったわけなんですが、まあさすがにね、コゼットを殺すように、まあこう、格索した、まあ、人間が目の前にいれば、まあむしろね、冷静でいることの方が難しいだろうなっていう風には感じましたね。まあ、とはいえ、あの場で戦いを続けるのではなくですね、逃げる選択をした運命の方はがねですね、 運命の方が正しかったんじゃないかなっていうふうに思ったところではありますね。そう。個人的には、まあ、うん、運命の方を支持するっていうだけの話なんですが、まあでもね、こう、まあ戦いで、まあいきなりね、こう、た、なんていうか、コンダクターである、まあタクト自身がですね、シントラーに対して突進していったわけなんですが、まあその時の動きがですね、めちゃめちゃ早かったっていうところで、 ま、あの、こう、異常なまでの速さというかね、なんかそういうところには、まあ、怒りっていう感情が、まあ、関わっているのか、まあ、それとも何か他にね、秘密があったりするのかな、っていうところで、まあ、ちょっとね、この辺は気になっているところではありますね。そう。まあ、結構気になってるっていう話なんですが、まあ、しかもね、こう、まあ、タクトが、まあ、シントラを殴りに行った時にですね、 まあヘルが横からタクトに蹴りを入れなければですね、まあ、シントラーは多分ね、避けることもできなかっただろうなーっていうことを思うと、まあタクトにね、あのまま殴り飛ばされてるっていうところを見てみたかったなーっていう気もしますね。そう。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、怒りのままにというところ終わっておきます。でですね、次。 二つ目の感想に入っていくんですが曲を聴かせたい人というところでタクトと運命の二人がですねタクトの今作っている曲についての話をしていたわけなんですがタクトの作る曲をですね、まあ、必要としている人っていうのがね、まあ、誰よりも運命自身だったっていうところですよねなんかそういうところがすごい 尊いなぁと思いながらね、見ていたところではありますね。まあ、しかもね、タクトが自分の作る曲を聴きたいのかどうかを尋ねるときに、まあ、運命のことをね、ちゃんと運命っていうふうに名前で呼んでいたりするっていうところがですね、まあ、見ていて感動したところではありますね。そう。やっと運命も名前で呼ばれるようになったかっていう感じですよね。そう。 またね、タクトも最初はコゼットに聴かせたいと思って、まあ、作曲しようとしていたっていうこともね、明かされていたわけなんですが、まあ、その聴かせたい相手がですね、コゼットから運命に移ったっていうことで、まあ、なんていうかね、タクトが、こう、なんていうかね、前に進み出したっていうことを意味しているような感じがして、なんかね、そういうところも好きな感じがしましたね。 まあ、とはいえね、こう、運命に聞かせたいっていうふうに思って、まあ、作曲することで、まあ、こう、タクトが、タクトからね、どんな曲が生まれてくるのかなっていうところが、今からだいぶ楽しみなところだったりはしますね。そう。そういうところが今から楽しみですというところで、二つ目の感想である曲を聞かせたい人というところ、終わっておきます。 でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、シントラーの解任というところで、タクトとのね、戦いの最中で、まあ、シントラーが主席指揮官を首になっていたわけなんですが、まあ、前回にね、ザーガンから命令されていた内容ですね、まあ、タクトにはね、手を出すなっていうことを言われていたわけなんですが、まあ、それを結果的に無視していたっていうことを考えればね、 命令違反として処罰されるっていうのは当然だよなーっていうことは感じましたね。あとはいえ、主席指揮官を解任された後ですね、私はコンダクターだっていう風に叫んでいたシントラーがですね、まあ、一体どうなったのかなーっていうところは気になる部分ではありますね。そう。多分タクトに なんかこう、まあ、やり返ししてきそうな気がするんでね。なんかもう一暴れしそうな気がしましたね。まあ、でも、ここまでのこう戦いっぷりからしてですね、解任されていなければタクト、タクトたちがですね、もしかすると勝っていたかもしれないっていうふうに思うと、ちょっと惜しいところでストップが入ったなっていうふうにね、思ったところではありますね。そう。 あのまま続いていればどうなってたんだろうっていうところは気になるなぁという話と、まあにしてもね、こうラストのヘブンとレニーのやりとりですね。なんかこう意味深なこう感じが結構あったんで、まあこればっかりはね、ヘブンに伝言したサーガンに、まあこう直接聞いてみる必要があるのかなーっていうことはね、感じたりしました。まあそういうところで、三つ目の感想である、 シントラーの解任というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回でですね、タクトとシントラーの戦いにもですね、無事に決着がついていたわけなんですが、最後の運命とヘルの戦いはですね、ド派手な感じで見ていて楽しかったですというところですね。またね、レニーとタイタンがですね、 前座だからシントラー相手に本気を出さなかったっていうところもですね、なかなか面白いところではありましたね。そう。シントラーがとことん馬鹿にされてる感じが見ていて面白かったわけなんですが、まあね、他にもタクトとアンナの二人がですね、運命のことをちゃんとね、運命と読んで向き合っているっていうところで、そういうところがね、すごい温かみを感じるところだったんで、 まあいいなと思ったところではありますね。まあ、とりあえず次回からはですね、まあ、ちょっとこうタクトたちの旅路が気になるところではあるんですが、そのタクトのね、型が真っ黒になっていたところがちょっとね、気になる要素ではありますね。まあそういうところで、今回の、えー、今回のタクトオーパスデステニーの8話の感想ですね、こちら終わっておきます。 でですね、今までにも1話から7話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、作願の7話の感想と、見える子ちゃんの第8話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいと、 いう話と、明日はですね、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するの7話の感想と、プラオレの第8話の感想、そしてですね、役ならマグカップもの2期の8話の感想ですね。この3本、1、2、3と更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方、聞きに来てください。というわけで、 本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。